はい、じゃっかじゃーん、行ってらっしゃい、行ってきます、長官太郎です。6月の16日金曜日です。きたー、森林浴です。留意層役満ですね。結構グリーンが、強い勢いになってます。はい、今朝も盛り上がっていきましょう。それでは米国市場にズームイン。はい、昨日の FOMC で今年あと2回の利上げが予想されているのに一体なぜ上がるんだというところですけれども、市場はもう利上げ来ないよねという認識だから上がったという記事が結構、見られます。ですね、こちらの FOMC の次回の金利の利上げ利下げ予想は昨日と変わってはいないんですね。次回、7月に上げたら、1月に、利下げというような予想、これは、変わっていませんでした。そして、今日の指数なんですけども、もう絶好調ですね。スタートからぐいぐい上がって、久しぶりに、ダウが一等賞になりました。これは景気強い側のニュースがあったに違いないと思いますね。経済指標、は小売りの発表が今日はありました。そして、パウエルさんからは、昨日ですね、ソフトランディングを狙っているという発言もあり、これも景気が、続くんじゃないかということで、市場は勇気づけられています。ただ商業用不動産に注目と言ってたのは少し気になりますね。また地方銀行などの懸念が高まるかもしれません。そして、その他のですね、上昇の要因として考えられるのが、確かですね、明日はトリプルウィッチなんですよね。オプションの取引、先物の取引、商品取引の満期日が重なる日ということで、どっちに転ぶかわからないパルプンテイベントなんですけども、1日前にちょっといい方向に転んだんじゃないかと思います。ただ、終盤にですね、この半導体のところは色が曇ってきちゃいましたね。それでですね、最近この上昇の中でですね、一番大きいのはこれかというところで、このですね、SP500 の、上昇トレンド入りですね、先週からついに上昇トレンド入りに先週の末ですね、入ってますということで、まあ、少しですね、上昇トレンドでも調整は入ることはあるんですけれども、まあ、さすがにですね、これに入るともう 15% とかその程度の大きな、下げはですね、来ないという次元です。歴史的に強いところに入ってきました。こうなるとですね、機関投資家さんたちも本格的に参入してきてですね、長期的にずーっと上がっていくという流れに乗るのかもしれません。もう年内利上げ2回なんて、関係ありません。ないのかもしれないしですね。そしてこれは VOO の、ETF ですけども、まあ、SP500 の ETF ですね。出来高がですね、この2日間結構、高めになってきてるんですよね。はい、この辺はいい兆候じゃないかと思います。そして、AAII から発表された今週の個人投資家のセンチメントの調査なんですけども、株に強気、これが 45.2% ということで、21年の11月以来最高となっています。まあ、先週からですね、ちょっとまた上がってきてるということで、こういうふうに2週連続以上ですね、平均以上になるのも、21年11月以来ということです。そして、弱気がですね、徐々に減ってきて 22.7%。これは21年7月以来最低ということで、市場はね、ドッカンドッカン強気に転換してきています。そして来週はですね、経済指標はビッグイベント特に、ないんですね。この流れがふわーっとした感じで来週も続くといいですけど、そして6月19日月曜日はアメリカは祝日でお休みとなっています。はい、じゃっかじゃーん。じゃあヒートマップを見ながら、今日ですね、世間を騒がせているような、新しいニュース、フレッシュなやつをお届けしていきますね。はい、まずはですね、マイクロソフトなんですけど、めっちゃ上がってます。 3.19% 上昇となりました。まずはですね、メルセデス・ベンツとマイクロソフトがアメリカの90万台以上の車両で車載チャット GPT テストで提携ということで、チャット GPT 車に乗っちゃいました。メルセデス
政府はアメリカの顧客向けオプションのベータプログラムを開始と発表して、音声アシスタントなどですね、みんな、車で気になることを AI に問いかけながらとか楽しい会話しながら運転できるかもしれません。こうなるとデータセンターとか GPU の需要また爆発的に高まるぞと思うんですけども、ちょっと今日は NVIDIA、一旦売られていますね。はい、そしてですね、3ヶ月のベータプログラムの結果と顧客からのフィードバックに基づいて、メルセデスは技術のさらなる統合を検討するということです。はい。あとですね、マイクロソフトの Azure の、クラウドや OpenAI のモデルを利用する開発者から、人工知能の年間収益100億ドル以上を得る可能性があるとですね、述べたということで、これ、JP モルガンのアナリストは、マイクロソフト株の目標株価を引き上げということで、まあこれなかなかイケイケどんどんなマイクロソフトチャット GPT となっています。そして次はテスラですね、マイナスの 0.35% となっています。はい、テスラ、はいはい、ちょっと見るのも怖いような、チャートだったですけど、ちょっと垂れてきてますけど、今日盛り返してますね。テスラはですね、RBC キャピタルが目標株価を212ドルから305ドルに引き上げました。はい、今256ぐらいですね。そして日本、韓国でも FSD、自動運転のベータテストのね、車を、展開しているということです。そして世界、ヨーロッパでも人気で、フランスのマクロン大統領がテスラの工場建設について話し合うというのを昨日お伝えしましたけど、これはイーロンマスクさんと1ヶ月で2度目の会談ということで、すごい綿密に、膝を突き合わせた打ち合わせになってます。またイタリアのですね、ジョルジア・メローニ首相とも会談してます。イーロンマスクさん、人工知能と出生率のリスクについて、話をしたということなんですけども、イタリアも工場を狙ってるんじゃないでしょうか。はい、テスラ、めちゃくちゃ人気ありますね。はい。そして次はですね、Google なんですけども、Google も今日 1.15%、上昇しています。これはですね、そんなにいいニュースじゃないんですけども、自社のですね、Bard、チャット AI ですね。はい。こちらについてのお話で、従業員に、警告ということです。自社のですね、機密資料を AI チャットボットに入力しないように、言ってるということで、例えば、機密情報を入れて、それをですね、仕事として進めようとかね、していたら、もしかしたら他の人の回答に、丸々会社さんの取り組みということで、丸っとね、出ちゃうかもしれないというリスクがあるみたいですね。そして、あと、プログラマーなどはコードの直接入力なども、ちょっとね、注意ということみたいですね。はい、アルファベット、あとはちょっとマイクロソフトよりかは AI 強力じゃないんですけど、広告と連携がうまくいき出すとですね、また上昇がさらに来るんじゃないでしょうか。ちょっと横ばいな感じのチャートですね。そしてもう一つね、今度は半導体に行きますけども、インテル、はい、インテルは、今日 0.67% 上昇ですけど、ここもすごいですね。この1週間ぐらいめちゃめちゃ上がってますけども、コンシューマー向けの CPU ブランド、コア、これが15周年記念ということで、リブランドとなりました。おめでとうございます。新ブランドはコアウルトラということです。GPU 性能が向上して、さらにインテル AI ブーストという AI エンジンも導入されるということで、インテルもバリバリ AI 力入れてます。これまではコア i3、i5、i7、i9 だったのが、もう普通にコア3、5、9という表記になるということで、i がなくなっちゃいました。はい。私のパソコンはね、コア i5 とちょっと古いんですけどね、GPU は NVIDIA なんで、なかなかね、動画編集には向いてるのかなとも思ってます。それと、インテルはドイツのチップ工場への補助金108ドル相当の合意に近づいていると発表ということで、まあ、ここら辺ね、上がってますけど、さらなる上昇はあるんでしょうか。それと、今日、アドビの決算が、先ほどですね、発表されて、今、アフターで 4.2%、上昇しています。昨日はね、ちょっと一日間違えてね、行っちゃったんですけども、今夜もね、私は懇親会で、明日の朝からはね、ゴルフということでね、明日ちょっと YouTube やろうか迷ってるんですけどもね、今週ちょっと耳の調子もね、またおかしくなったり、してました。けどね、ちょっと、
頑張ろうと思ってますんで、応援よろしくお願いします。体力が、持てばいいんですけどね。そして、Adobe なんですけども、決算が、クリアクリアということで、ですね。そして、売上の通年のガイダンス、これが、上方修正されたということで、今上がってます。見通しは明るいですね。チャートももうすごい、もうこういう企業めちゃめちゃ増えてますよね。はい、今もう脇に湧いてるところにとどめのニュースです。SPCE。はい、ご存知でしょうか。バージンギャランティックですね。はい、こちらがですね、今、チャートはこうなんですけど、アフターで 40% 近く上がって、さっきね、50% ぐらい上がってたんですよ。株価は4ドル。今日は 7% ぐらい下がってますけども、ですね、なぜこんなアフターで上がったのか、宇宙旅行なんですけども、6月の27日から30日までの打ち上げ期間、ここで、商業用のですね、宇宙旅行開始ということですね。8月初旬に2回目の商業飛行を予定していて、その後は毎月やるよということです。今800人ぐらい予約があるみたいですね。以前は1人5000万円ぐらいだったんですけどね、こんな高くても結構皆さん予約しているということで、この今宇宙株がですね、やられにやられまくってるんですけどね、この、アストラとかももう低迷してますけどね、またここグーンともしかしたら来るかもしれないですね。ミーム株、宇宙株、ちょっと注目の次元に突入となっています。はい、そして、まあちょっと気になる、ニュースとかも、他にもですね、あるんですけども、まあこちらはね、ブルームバーグなんですけども、ムーディーズが、今後世界でハイイールド債の企業のですね、倒産率が、高まるということで、24年には 5% に行くんじゃないかとね、いうことを言ってます。高金利による貸ししぶりで倒産が増えるぞと、いうことですね。はい。まあ、ちょっと、経済のね、鈍化については今後も気にしていかないといけないかなとは思います。はい。そしてその気になる経済指標なんですけども、今日は小売とかね、あとフィラデルフィア錬金製造業と、あとニューヨーク錬金製造業の発表などがありました。はい。そしてですね、今日は予想を、フィラデルフィア錬金などは、予想を下回るちょっと弱い感じなんですけど、ニューヨークは予想マイナス16に対してプラス 6.6 って、こんなにフィラデルフィアとニューヨークの製造業の差がついてるのは一体なぜなんでしょうね。はい。そして、ですね、今日一番の注目は小売りです。はい、小売り、これがコアの売上前月比なんですけども、予想 0.1、結果 0.1、前回はプラス 0.4 だったんで、ちょっと弱めで横ばいの、推移となってます。そんなに、強くない感じなんですけども、小売りの、総合の前月比、こちらは強かったです。予想マイナス 0.1 に対して、結果 0.3。ただ前回の 0.4 よりかはちょっと、弱めではあるんですけども、予想を超えてきたということで、まあ、経済強いぞということになってるようですね。はい。消費者需要の底堅さを、示しました。はい。そして13カテゴリーのうち10で増加、特に自動車への支出が拡大となりました。それとですね、GDP 算出に使用されるコア売上高、これもね、増加、0.2% 増加、前月は 0.6% 増加ということで、5月ですね、調子、まあ予想より強かったと。そして消費者が、自動車や、建設資材の購入を、強化したことが、これが予想外の、強さにつながったということで、短期的にはですね、景気後退を回避できるんじゃないかという見込みです。コロナウイルス感染症のパンデミック中に積み立てた貯蓄がですね、まだ残っている世帯もあるということで、だんだんですね、借金が、すごい、ことにね、今アメリカの方なってても、貯蓄よりもクレジットカードの借金が多いというのが確か3分の1とかね、この前言ってたと思うんですけどね、ちょっと心配ですけど、まだまだ、小売なんとかね、粘っているという状況です。はい。じゃっかじゃーん。じゃ、次なんですけども、ですね、今日の、指数とかなんですけど、ちょっとここに貼り付けるの忘れて、もう6時過ぎてリセットされちゃったんですけども、恐怖と欲の指数は81で、久しぶりに動きませんでした。昨日と同じ。まだまだエクストリームで、強い状況です。そして、指数もですね、貼り付け忘れてるんですけど、実質金利、これがですね、9.9
経過してるんですね。これはね、株にはね、すごい良かった。これも、今日のですね、株価の、上昇の一因じゃないかというところですね。これはね、一週間ぐらい前まで一気にね、遡る、実質金利の低下と、なっています。はい。そして、ですね、実際どうなってるのかと、間違えた。これだ。はい。ビックスとか、行くと、まあ、今日1日ビックスは結構上がりましたね。ただま、横ばってますね。普通のビックスはもう、なんかもうすごい停滞で 14.5。ドル円は今日1回すごく上がったんですね。やっぱ145円まで行っちゃうのかなという気もするんですが、141.1 まで上がって、今140円台前半となっています。金利はですね、今日は軒並み、どの年限も低下となっています。10年利回りも、1.9% 前日から低下しています。3.720 という水準です。そしてドル指数が、ですね、こんなに下がってきてるんですね。ただドル円は上がってるんですけどね。今ドル指数102ということで、なかなか、ここ最近では低い水準に、なってきました。はい、ジャッカジャン。じゃあ、スプレッドシートでマーケット全体を見ていきますね。ここまで見て、チャンネル登録、いいね、まだの方はぜひとも、よろしくお願いします。はい、そしてですね、このスプレッドシートは今 YouTube の、この動画の概要欄から、お求めができますんで、まあ、タイトルのところを押してみると、概要欄が出てきます。スマートフォンとかではね、タイトルを押せば、出てきますんで、よろしくお願いします。600円で結構カスタマイズできて遊べますよ。はい、それじゃあですね、今日はビックスは上昇してますということですが、1週間では意外と、上昇してるんですね。そしてドルは軒並み弱くなってきてますが、ドル円だけは上昇という状況ですね。でビットコインとイーサリアム、結構な、3ヶ月ぶりの低水準まで、下がってきてはいたんですけど、今日は一旦リバウンドで、2% とか 1% とか、上昇です。イーサリアム1週間で 9%。下落となっています。はい。ここは株と連動したような感じでしょうかね。そして、マーケットの ETF 指数なんですけども、ですね、今日はまあ全部上昇ですが、日経はちょっとマイナスみたいですね。はい。今3万3000とね、すごい高い水準に今いますね。はい。今日、これでちょっとナスダックに遅れを取っちゃった感じですね。そしてですね、VTI と VT1% 超える上げとなっていて、今日はベトナムがマイナスですけど、その他の国々も上昇しています。はい、そしてですね、PDBC コモディティが 2% 上昇。ちょっとインフレ側、原油も 2% 以上上昇しています。1週間では 0.1% だけ原油は、下がってますね。そしてセクターの ETF、最近 CWEB がちょっとアメリカが中国への、押さえつけを緩めつつあるので、上昇してきてまして、1週間で 14.5%、上昇しています。指数、半導体だけマイナスですけどね、今日はセクターは全部上昇ですね。半導体以外はですね。ただ一週間で最も上がってるのも半導体と情報技術ですね。ちょっと利益確定でしょうかね。はい。一ヶ月で半導体 22% も上がったんですね。はい。そして、ですね、次に行きますけど、今日ガファムティは軒並み上昇。特に、メタが 3.1%、マイクロソフトは 3.2% と良かったです。テスラは、一週間で最も上がって 9% なんですが、ちょっとだけ今日は売られました。はい。ミーム株 GME、ゲームストップ AMC は、売られてますが、なんかそろそろ来そうな気もしますけどね。そして情報技術セクターは堅調です。スノーフレーク 5% 以上上がりました。中小グロース株 NC のが 6% 上昇。特に、ユニティが、Apple がビジョンプロを発表してからというもの好調で1週間で 15%、上昇しています。はい。ゲームも、ビジョンプロを使うと楽しそうですね。サイバーセキュリティも、全部上がりました。半導体だけおやおやって感じですけどね。インテルはまあドイツの、補助金とかも目処がつきそうということと、新製品発表、1週間で 12% も上がってるんですが、ここでコロナ前から下がってるのは逆にインテルだけで 47% も、下がってるんですね。
はい、時価総額もクアルコムにね、なんか抜かれそうなぐらいの水準までは来ています。そして AI 企業では NVIDIA も今日売られましたが、C3I がすごく上昇しています。ですね、投資家が人工知能関連銘柄に集まっているということで、上昇なんですけども、まあ、どうですかね。まあ、情報技術よりかはそんなにめちゃめちゃ上がってるという感じではありません。それと言い忘れましたけど、仮想通貨が、世界最大手のブラックロック、ここが、ビットコイン ETF 立ち上げ間近ということなんで、もっとね仮想通貨買われそうな感じですね。で、新興国のハイパーグロース株、今日はアフリカのジャミアが 5% 上昇しています。今ブレードとジャミアがこの1週間では強かったです。 10% 超えです。ライドシェアウーバー 5% 上昇してますけど、ニュース自体はそんなに良くないんですけども、イタリアでウーバーイーツやめちゃうということです。なんでですかね。あとイスラエルでもタクシーサービスをちょっと一時ですかね、停止みたいですけども、ちょっと不採算だからでしょうかね。これをやめるといったことで 5%、上昇しています。この1年でね、ウーバー 97% も上がってるんですね。はい。そして、ディズニープラス 0.5%、ちょっと COO でしたかね、やめますと、健康上の理由か、ちょっと今社長が変わっちゃったんで、その関係かやめるという発表があってました。はい。ネットフリックスは、今アカウントの取り締まり、強化などもあって好調なんですよね。今30日で 33% この大型株上がってます。はい。そして、その他、Zoom なども全部上昇、ジローとかスナップ 4% 上昇です。ヘルスケアも今日は調子良かったですね。昨日は、ちょっと保険関係の支出が増えるぞということで大型株などが、売られてましたけど、医療機器などは好調でしたね。はい。上昇ということで、輸送も上昇。輸送は今ここがインフレが非常に強いところなんでいいのかなという気はしますね。需要そのままで価格が上がってるんでしょうかね。はい。ちょっとまあでもインフレは企業には良くないですけど、ここのところは堅調です。製造系も、上昇上昇、航空も、上昇、もうクルーズとかもねすごいですね。この1週間で 26%、16% とかね、めちゃめちゃ上がってます。はい。クルーズ来てますね。そして下院委員会が、民間航空会社のパイロットの定年退職年齢を65歳から67歳に、引き上げることを可決ということで、飛行士不足に直面ということですね。はい。これは AI にやっぱり淘汰されないんでしょうかね。パイロットしばらくしたらなんかこっちにもやってきそうな気はしますけども、でアメリカの平均寿命って結構70歳の前半ぐらいだったんでまあなんか健康面は心配ですけどね。はい。どうでしょう。アメリカはまあ結構まあ、自分たちでね、老後頑張れみたいなスタンスが強いですから、皆さんなかなか長生き、されないんでしょうかね。ホテル、レストラン、旅行は、まあ、まちまち、うん、クルーズ強いんですけどね。1週間ではまあいいですね。Airbnb 10% 上がりました。はい。電気自動車、今日ローズタウンモータース 33% も、上昇しました。これはちょっとニュースわかんないんですけど、ですね、まあ、なんか、いつもの出来高10倍なんであったんでしょうね、イベントが。はい。ちょっとこういうやられまくってた株が、SPC バージンギャランティックみたいになんかあったらですね、上昇するんじゃないでしょうか。はい。自動車も上昇。トヨタ、こんなに上昇したトヨタすごい。1週間で 14.5% 上昇しています。はい。巻き返し期待しています。はい。私もトヨタ車に乗っております。はい。金融セクターは、上昇微増ですね。決済系も、上昇と、ちょっと仮想通貨のバクトだけ、下がってますね。世界生活必需品も上昇、小売り強かったですからね。素材、ここも上昇、エネルギーも上昇、天然ガスのアンテロが 5% 上がりました。はい。じゃあ、今日は以上になります。はい。ですね、来週はイベントはなくて月曜日お休みということですね。はい。このグリーンサガですね、来週も特にイベントがない中、じわーっとふわーっとね、上がっていってくれたらいいんですけど。はい。それじゃあ皆さん、行ってきます。皆さんも行ってらっしゃい。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。